函館市豊川町にある創業139年の宮原かまぼこでは、おせち料理に使われる伊達巻が長年変わらない方法で作られています。糸よりだいのすり身と卵を混ぜ合わせ焼き上げた後は、巻き巣を使って従業員が一本一本手作業で仕上げていきます。今年は円安の影響で輸入しているすり身の価格や光熱費が上がっているため、1割ほど値上げしたということです。伊達巻は電話などで注文を受け付けているほか、函館市内の工場直営店や札幌のスーパーでも販売されます。